神奈川県立柏浪高等学校は、神奈川県横浜市坂区柏市一番一号にある、県立高等学校。1967年4月1日、突角発の県立高校として開校する。柏明の名は、柏川の柏と太陽の用途を結び、当時の神奈川県知事、内山岩太郎が命名したものである。学校設立の経緯は、 米軍の接収地の返還鉄道の布設大規模な開発造成住宅、学校の建設という流れの中にある。敷地はかつて第一海軍燃料省であり、戦後は1952年に跡地を中流軍が接収して大船 PX として利用していたが、1967年に1月に全面返還された後、東校は建設された。開港時の校舎の一部は、 第一海軍燃料省の施設を改修して用いたため、開港後24年目から校舎の全面改築を行っている。隣接学区からも志願できる特例措置が取られ、東校の近くにネギ線本郷大駅が新設されて死亡者が増加した。さらに1981年度からは希望が丘高校や 横浜平沼高校と一緒の横浜中部学区から分離され、新たに南高校や旧江南大高校などと横浜南部学区を形成した。開校時から自然科学教育を重視しており、2003年に文部科学省からスーパーサイエンスハイスクール研究開発校の指定を受け、大学や企業と連携した科学教育の取り組みを行った。 SSH 指定により登場したカリキュラムの一部は SSH 指定の終了した現在でも SPP として継続されている。また SSH 指定に伴って整備された設備はその多くが現在でもそのまま利用されている。2021年4月現在24クラス951名が在籍している。50音順。ありがとうございます。